スカイゲートトラベリングルーブは、米フムで毎週金曜日9時12時51分まで放送されていた番組である。通称は、トラブル。公開放送が行われていた成田空港スタジオスカイゲート。左奥の決めの仕切りの向こうが、出演者控室。千葉県成田市にある、成田国際空港第1ターミナル5階にある、オープンスタジオ。 スカイゲートから公開性放送。曲を流している最中に BGM として飛行機が飛び立つ音が流れるのが特徴である。番組自体は2010年末まで放送されたフライデートリッパーフロムスカイゲートトリップ1の引き継ぎである。メッセージテーマをフライトパスワードとして展開している。番組終了後は希望する観覧者にサイン入り番組ステッカーを DJ から手渡しでプレゼントしている。動画、写真撮影、録音は基本的に自由だが、次番組、スカイゲートキッススマイルの DJ、森口博子が来た時から禁止される。2016年4月1日放送分より番組のプチリニューアルを実施。これまで番組オープニングで発表されていたフライトパスワードが前回のエンディング時に出るようになり、 BGM が全般的に更新された。OP テーマは、クルーエラエンジョイザライド。ED テーマは、ギャランティス、ファイアーバード。2017年10月6日付でも、オープニングとエンディングの曲を全面刷新されていたが、最終回に限り、2016年4月から2017年9月までの放送形式で放送していた。 2019年2月22日の放送において、同年3月29日での番組終了が発表された。4月からの後継番組は、安藤裕樹と宮島桜による情報エンタメ番組、モーティブ。スタジオスカイゲートの閉鎖に伴い、米フム本社マリブスタジオで非公開の生放送となっている。なお、使用していた。 スタジオスカイゲートは2019年10月現在は放送器具を撤去されている。伊豆の代理者裏の代理このほか、ニュース、天気予報、交通情報を挿入。情報アナウンサーが担当する。アップデートも参照のこと。ステッカーは1人につき1枚のみ。2014年10月頃までは1枚だけだったが、同年11月頃からは2種類のうち1枚。 選べるようになった。それが解消されたのは、レディース・タディ・ジョージが2017年11月1日より13時16時に時間枠を移動し、金曜日の当番組終了後の出演が物理的に不可能となったことによる。10月27日は口日の通り、ラブリが代理。その時から案内看板が出される。5番組のキッススマイルも、 本社スタジオより放送に変更されている。スカイゲートを共用していたラジオナリータは一足先に、使用終了していた新婚旅行のため、番組開始以来初の休み、前日のザベーラインも欠席。夏の時期は、サマキャンレポートのため休止、以前は、ミッションチバフェッショナル、やって、ミッションだった。2012年5月25日は森口が、 休みだったため、代理の門脇智子とクロストークした。2015年6月19日の代理、朝香ゆい、2016年1月22日の代理、小木の目ようとは、クロストークしていない。ありがとうございます。